今回は株式会社ツバイが在籍している会員に理想の結婚相手像を調査した結果です。株式会社ツバイは全国50店舗の直営結婚相談所を運営しています。婚活を始めたことで 44% の女性は理想の結婚相手像に変化が生じました。外見やお相手に求める条件が緩和され、相性や価値観をより重視するようになっています。コロナでおうち時間が増え、一緒にいて楽しい人や気遣いができる人が理想になったという声が出ています。私の結婚相談所で3月に成婚退会した女性と同じパターンです。私の女性会員は婚活を始めた時は外見を重視したお見合い申し込みをしていました。しかし見た目タイプではない彼からのお見合い申し込みを受けて、お見合い交際を進める中で一緒にいて落ち着く彼に惹かれて婚約し、今年7月挙式となります。私は外見でお見合い申し込みを断らない、来るもの困わずお見合い作戦をお勧めします。